ユースオリンピックは14歳から18歳までを対象とした国際オリンピック委員会が主催する世界的な総合スポーツ大会。夏季大会と冬季大会のそれぞれが4年に一度開催されるが冬季大会の開催がウルード市で夏季大会がその2年後と一般世代のオリンピック大会とは逆順になっている。日本ではユース五輪とも呼ばれる大会のアイデアは 1998年にオーストリアのヨハン・ロゼンツォフにより紹介されたもの。2007年7月6日にグアテマラ市での国際オリンピック委員会総会において、青少年版オリンピック大会の創設が承認された。IOC と開催都市との間で大会の開催費用を分担する意向が含まれており、一方で選手やコーチの移動費用は、 IOC 側で支払われることになった。これらの大会は文化交流プログラムや参加者がオリンピック選手に出会う機会があるのも特徴となっている。ヨーロッパではヨーロッパオリンピック委員会が主催するヨーロッパユースオリンピックフェスティバルが夏季は1991年から冬季は1993年から各年に継続して開催されている。また、 オーストラリアでは2001年からオーストラリアユースオリンピックフェスティバルが開催されている。ユースオリンピックはこれらの大会に倣ったものである。また、ユース五輪は廃止された世界ユース大会の後継でもある。 ユースオリンピック最初の夏季大会は2010年8月14日から26日までシンガポールで開催され、最初の冬季大会は2012年1月13日から22日にオーストリアのインスブルックで開催された。2010年シンガポールと2014年南京の夏季大会はそれぞれ3600人の選手が参加13日間開催で、 冬季大会は2012年インスブルックが1059人、2016年リレハンメルは1100人の選手が参加して10日間開催であった。これは初期推定を上回る数字だったにもかかわらずユース五輪は依然として大人世代のオリンピック大会よりも規模が小さく短期間である。プロの大会を除く大会の格としては一般選手の最高峰がオリンピック。 障害者の最高峰がパラリンピック、大学生の最高峰がユニバーシアード、そしてユースの最高峰がユースオリンピックとなっている。その背景として各競技の世界大会や大陸総合大会の結果や世界ランキング上位者等のごくわずかな選手にの未出条件が与えられるところにある。毎年開催される。 個人種目の世界大会に出場できる選手が1種目あたり、200から300名程度に対し、ユースオリンピックは4年に一度しか開催されず、かつ世界でわずか8から16人程度しか出場できない。ユースの場合、世界ジュニア、世界下で大会、大陸ジュニア大会、世界ジュニアランキングからの選出が多いが、競技によっては、選考大会を別に行ったり、 個人の成績とは関係なく、競技団体が競技の上選出する場合もある。大会の規模としては、オリンピックの3分の1程度。出場できる確率は、対象年齢における、世界人口で試算すると、オリンピックに出場できる確率とほぼ同等である。1998年、ユースオリンピックの概念は、オーストリアの業務改善専門家。 ヨハン・ロゼンツォフから提案された。この提案には、幼児期の肥満についての世界的な関心の高まりや、若年層、特に先進国での青少年のスポーツ活動参加が低下していること対応したものであった。青少年版の大会は、オリンピック本大会への青少年の参加を、さらに促進することが確認された。このような青少年向けのオリンピック大会を、 開催するだけの理由があるにもかかわらず、純粋なスポーツイベント開催への IOC の反応は否定的だった。IOC の代表者らは、この大会がスポーツに関するのと同じくらい、文化教育や交流の場であるべきだと望んでおり、そのため文化育成プログラムが各大会の祭典の一環として開発された。2007年7月6日、グアテマラ市での 1> 第119回 IOC 総会で IOC 会長のジャック・ロゲがユースオリンピック大会を正式に発表した。ユースオリンピックにはいくつかの目標があり、そのうち4つは世界最高のユースアスリートを集めオリンピズムを紹介し、オリンピックの価値を教育し、論じるという革新的なものである。2008年2月21日、シンガポール市が ユースオリンピック夏季大会の開催地として発表された。2008年12月12日 IOC はインスブルックが2012年のユースオリンピック大会の開催地だと発表した。ユースオリンピック大会の規模はオリンピック本大会の規模より小さいが、これは意図的なもので、小都市でのオリンピック開催を可能にしている。開催都市の候補には、 大会の全てを同一都市内で実施することが求められ、新たなスポーツ施設を建設してはならない。この建設猶予となる例外には、メディアセンター、授業や体験講座のためのアンフィシアター、選手村などがある。この村は選手にとって大会の中心であり、活動拠点でもある。すべての選手とコーチがシャトル運行による移動であり、 新たな独自の輸送システムは不要である。入札手続きによると、開会式と閉会式の陸上競技場は1万人収容が必須で、都市には2500席の水泳施設が必要となる。当初に推定された大会運営費用は、下季が3000万米ドル、冬季が1500万から2000万米ドルであるが、これらの費用に、会場建設のインフラ整備は含まれていない。 IOC はインフラと会場の費用が開催都市による全額負担であることを規定している。IOC は選手や審査員のための部屋など旅行費用として見積もられた1100万ドルを開催都市に支払うことになっている。この資金調達は IOC 基金からであって収入ではない。 IOC が公開した初めての夏季大会に対する2つの最終入札予算は9000万ドルと推定費用よりもはるかに高いものだった。シンガポールでの最初の大会費用は推定3億8700万シンガポールドルにまで増大したとされる。同大会は新しい取り組みで企業としては得られる露出度合いが定かではないということからスポンサーたちは ユースゴリニへの契約署名が遅れている。インスブルックで開催される第1回冬季大会の予算はインフラ整備や会場建設を含めないで2250万ドルと見積もられている。2010年の初めての夏季ユースオリンピックには200以上の国と3600人の選手が参加した。参加者は14から15歳、16から17歳。 17から18歳の年齢層に置かれる。選手年齢はユース五輪に参加する年の12月31日時点の年齢によって決定される。ユースオリンピックへの参加資格はプログラムの様々なスポーツに応じて IOC と国際競技連盟が共同で決定している。べての国がユース五輪で競技できることを確保するために IOC は ユニバーサリティプレイシズという概念を制定した。それぞれの種目でスポット参加の一定数を予選水準に関係なく評価が下の国からの選手のために開けておかなければならないというものだ。これはすべての国が最低4人の選手を各ユースオリンピック大会に送り出せるのを確実にするためである。チームトーナメントでは大陸ごとに1チームが ホスト国の代表、または s フにより提案された IOC 承認の第6チームと一緒に競技することが許される。国ごとに2つのチームの首相がいる。最後に、個々のスポーツで70人以上の選手が出場する国はない。ユースオリンピックで争われる競技は、伝統的なオリンピックで実施されるものから若干の改変があり。 限られた数の種別と種目になっている。例えば、水泳競技では IOC は種別の飛び込みや競泳の採用を決めたがアーティスティックスイミングや水球を除外した。いくつかのスポーツは試合のために修正がなされている。バスケットボール競技では、後にオリンピックでも正式種目になる3対3でハーフコート試合である 3x3 を 1> 第1回大会の2010年、シンガポールユースオリンピックから採用している。現在のルールだと、試合は1回10分で行われ、先に21点に達したチームが勝利する。ホッケーは2010年に、屋外形式の試合で導入されたが、2014年には、屋内の小型版ホッケー号を屋外で行うように、変更された。自転車競技は、マウンテンバイク、BMX。 ロードレースがある一方、トラックレースは予定から外されている。他の若者主導のスポーツは国際競技連盟の後ろ盾があれば最終的に争える可能性がある。2007年11月には近代五種競技及びセーリングが含まれ水辺の候補都市を有利にしていたことが明らかになった。冬季ユースオリンピックは冬季オリンピックと同様、 7つ競技が実施されている。アイスホッケーは、男子と女子のトーナメントだけでなく、スキルチャレンジ個人も予定されている。リュージュ、フィギュアスケート、ショートトラックスピードスケートでは、様々な国の選手が一緒に多国籍チームで競うことができる団体種目がある。また、アルペンとクロスカントリーのスキーは、男性と女性が混在する。 男女チームで競い合う種目が予定されている。丸印は、実施、引く印は、未実施。丸印は、実施、引く印は、未実施。ユース世代向けの教育と、文化も、また重要な要素である。教育、文化の側面は、選手と参加者のみならず、世界中の若者と開催都市やその周辺地域の、住民にも適用している。 この目的のため各大会で文化・教育プログラムが実施されている。2010年シンガポール大会の最初のセップでは様々な国の選手の協力を促進するイベントが実施された。それは健康やフィットネスから環境やキャリアプランニングに至るまで幅広いトピックの部門があった。チャンピオンズ集会の観覧はイベントの中で 最も人気が高かった。オリンピックの元競技選手及び、現役オリンピック選手からの刺激的な話を聞くために参加者が招かれた。また、セップの一部には、若手大使プログラム、若手記者プログラム、及び、選手模範役割モデルがある。若手大使プログラムの下では、NOC によって指名された18歳から25歳までの若者集団が、 自分たちの地域や地域社会でユース五輪の宣伝を手助けしたり選手たちがセッププログラムに参加するように進める。若手記者プログラムは報道系の学生や報道キャリアを最近始めた人たちに対してユース五輪機関内でのクロスプラットフォームな報道訓練プログラムと実務体験を提供している。18歳から24歳までの若手記者が NOC の大陸協会によって選出され、5大陸のそれぞれを代表して伝える。若手オリンピック選手の支援や助言をするための指導者として行動するのが、選手模範役割モデルで、日本のレスリング選手である、イチョウ・カオル、イタリアのシモーネ・ファリーナ、ナミビアのフランク・フレデリクスといった、活動的であったり最近引退した、オリンピック選手が指名される。交換。 混合の重要視はセップを超えている。ユースオリンピック大会のもう一つの特徴が、ジェンダーの混在したチームと混合ナショナルチームである。トライアスロンリレー、フェンシング、卓球、アーチェリー、混合型スイミングリレー、ブレーキン、柔道の団体戦は、異なる国の選手と男女混合の競技者が一緒に競争できるいくつかのスポーツである。ユース五輪の主催側は、 試合の各表彰の前、最中、後に若い選手たちが関わってもらうための主要なプラットフォームとして、Facebook、f l i c k イ r Twitter などのソーシャルメディアも使用している。多言語、多文化、多年齢という要件は、知るために学ぶ、なるために学ぶ、するために学ぶ、一緒に生きるために学ぶというテーマを重視するプログラムの目標である。 2007年11月にユースオリンピック大会を開催する5つの候補都市として IOC がアテネ、バンコク、シンガポール、モスクワ、トリノを選出した。2008年1月にはモスクワとシンガポールに候補が絞られ2月21日にシンガポールが開催地に決定した。2008年9月に IOC は第1回冬季大会を開催する4つの 候補都市として、ハルビン、インスブルック、クオピオ、リレハンメルを選出した。11月に候補がインスブルックとクオピオに絞られ、12月12日にインスブルックが開催地に決定した。詳細は、歴代ユースオリンピック大会の国別メダルを参照。上位10カ国について表記。具体的な日本人メダリストに関しては、カテゴリー。 日本のユースオリンピックメダリストを参照されたい。ありがとうございます。